びっくりした。目の前ブリッジしてくんじゃねえよ。リープ IR って FPS、FPS だ。60Hz だから使いやすいんだよな。実は言うと。向こうに、この中にいるの。あ、玉詰まりしてる。この向かいのところ、パソコンいっぱいあって美味しいんだよな。レベル21以上だったら。なんか嫌や。タイムトゥークリーンマイカルマ。なんだ今のアチーブメント。エリミネイトパルチザンフォーザファーストタ。あ、パルチザンだったの今の君。お前パルチザンだったんだ。なんかめっちゃなんかファッション系の格好してない君。ちょっと。ちょっと。お前のグレネードの射撃、投擲性能どうなってんの？あさっての方向を投げてこっちに飛んできたんだけど、やば。ちゃんとダブルカバーして。ちゃんとダブルピークしてカバーしてるっていうのがな、うざいよな。そんな耳元でコンタクトってささやかなくても。まだ来てる。いや違う、新しいのがいる。進歩してきた。あ？あ？
君ジャンル違わない？ジャンル違うよね。ドライブだよね。あ、まあまあ一応これドライブの音か。誰にも出会わないレイドなんて。ペペー、これではいけませんね。よいしょ。アンロードして PSD をここに持ってって所定の操作を行います。行くぞ。ただ目してたまチャンバーから玉を出し入れする。これぞ修行の真意なり。よし帰るか。よいしょ。紅葉さんが集中しているようなので、また私が解説します。レクソス南手から入る場合は、扉越しにグレネードを投げます。これで機銃台に立つスカボを移動させるわけですね。その勢いで一気に突入します。想像よりも護衛の数は多くないので、大胆に行きましょう。銃声が鳴るので周囲のスカブも次々集まります。ここでライトマシンガンの持久力が生きるわけです。ボスであるカバンの直属護衛もいます。戦闘力も高いので遠慮なく弾薬を叩き込みましょう。スナイパーの護衛もいます。倒しきれていない場合は気をつけてください。クリアリングにはしっかりグレネードを使いましょう。強敵であっても足音ぐらいは出してくれます。グラナータマジカバンは非常に耐久力の高いボスですが、頭を数発当てれば一瞬です。人間だから仕方ないですね。ガハハ。気づかなかった、てめえが悪い。 PKP だ。それでデザートイーグルまで持ってんのお前。ライオンだ。よし出れる。今度こそどうにかなった。ああ、カバンも殺したし。これで M855A1 が作れる。はい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 カバン。はい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 、殺しすぎだろ。